田中大輝のアスリートチャンネル。はっきり言ってさ、この辺からこれもビリあるしみたいな、は誰も分からない、大役すぎます、優勝した翌年の監督も誰もやりたくないよ、ストレス与えないと活性化しないの、どこもあるね、2から6はもう本当にどうなっても分からない、これはもうほぼ2位に近いでしょうってだけで、今回のアスリートチャンネルは西武巨人で活躍、そして楽天の監督も務めたデーブ大久保さんがゲスト、プロ野球順位予想後半戦、セリーグ徹底解剖、原監督との秘話も満載です。最後までお楽しみください。明日すごいな、面白い。セリーグの優勝予想、順位予想をお願いします。まず、4、5、6位がいきますね。お、横浜ヤクルト、阪神6位。まあ、阪神とオリックスは似てるね。なんでですか、阪神。投手陣いいですよ。やっぱ野手でもピッチャーもそうだけど、なんでそこでフォアボール出すのと、なんでそのエラーしたって、もう私生活、じゃあ技術的な関西の人ってさ、初めて巨人で甲子園行った時に大久保大久保ってライトスタンドがいっぱいでやってくれるから、あれライトスタンド、ライトスタンド阪神ファンが原さんがさ、手くらい上げてやるよって言うから、はい、手上げたの、その瞬間にその1万人ぐらいの人らが、はい、これはまた調子乗んだって言われた事実ですね、間違いない、関西って街はほとんど行ったことないじゃん、ほとんど二軍だから、ちょっと苦手になりますよね、まずな、それがあったの、そうイースタンでしか行ってなかったから、ウエスタンが初めて来るような感覚なんですね、うん、で一軍なんか西武の時なんかたまにしか行かないんだから、で外気スキンシみたいなもんじゃん、若いんだから、まあずっとね、所さんに行って、うん、一回原さんにそういうクラブというところに連れてもらったことある、はい、北新地、そう新地の方に、うん、北新地、はい、あ、デベレベとか聞こえて、あらあらとか聞こえて、ベタベが合っちゃったの、もっと久しぶりやなって言うわけ、はあはあはあ、あら、俺も知り合いかなみたいな、元気なふりをするの、はいはい、あ、すみません、久しぶりですって調子いいな、お前初めてやろ初めてだ、久しぶり言ったで、ね、このデブそういう落とし方ないじゃん、いや、はい、そうですね、でも関西はそれがおもろいというかね、愛情みたいな、でもお前、豚は言わないよ、まあそうです、豚一回見てこい、それは本当にすみませんでした、豚見てこいって、すごいケツだから、豚の写真入れてください、豚の写真すごいから豚だから美味しいんですよ、で、最後に、はい、まあ、甲子園球場でまたファーストのスタメンじゃなくて、原さんはファーストだったから、キャッチャーじゃなくてファーストで手伝ったの、はい、シートノック、原さん一人で大変だから、はいはい、ウィルソンのグローブで、うん、ウィルソンファーストミットで似てましたよそしたら、これまた熱苦しいんだよって一人親父がずっと言ってんの、見ないようにしてたの、はい、俺外野でさ、喧嘩になって内野でアップしろって言われるの、結構聞こえてくるんですね、聞こえてるめちゃめちゃ、ドイツはそしたら、そいつ見たらさ、ハゲてるわけ原さんがさ、デーブってその俺が外野で喧嘩した時に、はいはい、球団からもう外野来んなと、行くなと、そう、外野で一人だけど、みんなの真似しやすんだから俺大将そしたら、デーブ、今日は言っていいぞっていう、あれを見てなんか感じるだろって、ハゲハゲ親父みたいな、俺が原さんのオッケーも出ておい、これがハゲってデブは直せるけど、ハゲは直せねえんだもんだからっつったら、みんな大受けだったおい、意外にウケるんだすごいじゃないですか絶対芸風としては関西いけると思う、そう、でも、本当の兄弟分って関西にいんの好き、好きってことです、大好き、全体的ないじり方が嫌なんだ、ただその、まあまあまあね、切符がいいじゃない、はい、関西女子って、ほんま行ったらやばい、飲むだけの兄弟やらなかった一回あったらもう仲良しみたいな、あ、こんなシャンパンのワインでおっしゃ入れて、全部持ってこい、全部みたいな感じじゃない、はいはい、ワイン、はいはい、全部ってワインなんか飲まないんだけどみたいなさで阪神は戦力的なところで言っていただくのは何かありますか、まあ見るべきものといえば俺は大山を見てほしいね、和製大砲になってもらいたいと、そうそうそう、あとはねラッキーゾーンいかに作るかだね、あそこも作ってほしいですか、楽天でバッティングコーチやった時に、まああの頃今より全然ボール今飛ぶようになってるから、あ、そうですか、飛ばなくて、その時三木谷会長からでバッティングコーチってどう思うって言われたから、やっぱフェンス前にしなきゃダメですよ、なるほど、もうそっからです勝負は、そうなんです、相手も増えるけどこっちがホームで70球ぐらいやるんだから、まあ、そうですね、バッティングも力むと、みんなホームで練習でも入んなきゃで、飛ぶボールにしてもらったりしたら練習ボールを変えてね、うん、力まなくするの、はいはい、そしたらさ三木谷会長早いのよ、パーン前にしたの、その翌年かも優勝、あ、そうか、翌年か翌年だもん、13か4か、うん、そうですよね、そう、はい、あ、それでなんですか、だから阪神も今年の評価低いのは、あの風は入んなよ、左バッターは引っ張って、浜風はね、こんなポール際しか、じゃあその球場特性も相当あると、で5位ヤクルト、ヤクルトはさ、まあ身内みたいなもんじゃない、うん、でもやっぱり今どのフジテレビの解説者も上にできないっていう、ちょうどこう過渡期なわけよ、上にしたい気持ちを抑えてやっぱできないな、みんなやっぱり使っていただいてるから、はい、上位にしたいわけよ、はい、できない、 A クラス、最低 A クラス4位ぐらいに、うん、富士山系グループとしては、あ、そう、はいはい、でもできないのよやっぱり、どうしてもその理由は今までの弱さ見てみなよ、まず打たれるピッチャーだって、
数えりゃいるよ、こう名前出せば、はいはい、でもじゃあその人たちが何人持ってますかって、なるほど、3回で壊しちゃうんだから試合、野手も追いつかないよ、まあ、しんどい中堅の時もありますよね、うん、そうそう、まあ、お互いの CM 入った時なんかな、頑張ろうなって試合も頑張ってくれひどいんですよ、あんまり俺にもう振ってくんだよ、俺に振ってくんだよ、そうそうそう、もう俺すぐ解説振るな、そうそうそう、俺は黙ってるありましたね。ベイスターズ4位、まあ、ベイスターズもピッチャーも守っていいじゃない、左もいいのいっぱい、はいはい、いるけど、やっぱ筒香だよな、うん、今日のね、正面もあの筒香にバッティングを教えるっていう決めって言われて、それぐらいやっぱ筒香というのがインプットされてるね、デイブさんの中では。またファームの時もあったんだけど、俺が二軍監督の時ファームだったわけ、はいはい、おはようっつっても、おはようっつって、そうですね、だった子がさ、どちらかというと内向きな雰囲気ありましたもんね、自分を出せてチームを引っ張るっていう、本当にあいつがドプレーでこうみんな見せてるわけじゃない、その姿やって、この 2,3 年は筒香で持ったよね、あのチームは、うん、外国人監督ってラミちゃんっていうのは思い切ったことやるわけ、はい、だから最初みんなついていけないのよ、うんうんうん、大変ですね、はい、うん、多分相当大変なの、はい、だけどそれを筒香がまとめてたと思うの、いやでも監督がやろうっていうのがやろうよ、あいつが言うだけでもスッと収まるわけ、はいはい、まあ、それがいないのは痛いよな、もうリーダー、次のリーダーがね、まあ佐野くんがキャプテンになりましたけど、佐野がなってんの時は筒香は二軍にいたからね、そうですね、それが今度序盤任してキャプテン立って、佐野もいい選手よ、はい、それはもう3年後、4年後は筒香の波のバッティングするバッターになる可能性はあるけど、うん、きついよね、いきなり4番打てって言われたって、俺だと断るもん、ちょっと苦しむか、俺が佐野の立場でキャプテン、いや、まずやめましょう、そうそう、ね、そういう人間じゃないと、一回落ち着きましょう、4番打てって監督待ってくださいと、7番ぐらいでいいんじゃないですか、冷静にね、筒香の後じゃね、はいはい、まあ、そりゃそうです、大役すぎます、優勝した翌年の監督なんか誰もやりたくないよ、じゃあチームリーダーがどうなるかっていうのが、この順位に影響してくる、でしかもロペスがすごくいい潤滑油になってるみたいな、チーム内では筒香いないと、でも、はい、そのロペスを外すぐらいの話が出てたの、キャンプの頃、はい、ありましたね、そうなると A クラスなんかないんじゃないのって、そのもう一人の外国人もすごいバッターだけど、やっぱロペスだよってチームまとめて、何って言ったら一番言いたいのは、監督の一番大事な仕事はまずそのメンタル的なものは士気を上げるってことなわけ、はい、チームの気持ちをみんな上げる、はい、モチベーション上げさすためにどうするかだけやってるようなもんなので、技術的なことは何かっていうと、練習の時に事故を起こさない、早急ミスで起こさないとか、はい、そういうのも見るのが俺まず監督の一番大事な仕事だと思うんだよね、うん、だからそういう意味で勝ち気を上げるってい こうもう自律神経メンタルだわねっていうのと、アドレナリンだとかっていうのと言うと、そういう選手がコーチが言ったって監督だってもう上がってこないの実際は、なるほどね、でも中から、うん、中から誰がどう上げてくれるかですね、じゃあ A クラスいきますね、1位どこかな、こうなりました、はい、ジャイアンツ1位、2位広島、3位中日、3番目、うん、中日も球場広くて、実はもうビリの、まあ、はっきり言ってさ、この辺からこれもビリあるしみたいな、はっきり、まあ、誰も分かんない、広島もビリありますか、あるあるある、ありますか、どこもある、どこもあるね、2位から6はもう本当どうなっても分からない、そう、これはもうほぼ2位に近いでしょうってだけで、はあ、ビリはないか、まあ、5位ぐらいはある、じゃあということは中日が上がってきて2位、中日は去年初めてじゃない、与田さん監督って、はいはい、で2軍監督もやってないはずなのね、二軍監督で俺初めて感じたんだけど、キャッチャーだからできると思ってたんだけど、簡単に言えば走塁のサインも出すのが監督じゃない、三塁ランナーの、はい、でどの監督、皆さんもこう見てる人も大輝も監督やったとするんじゃん、はい、先頭バッターが三塁打打つ想定ってないわけないですね、ランナー出たらこのピッチャーとエンドランできるかなって試合前のこう、まあ、プラン立てるじゃん、はい、PDC やるわけじゃん、はい、だけどバーンと三塁打打っちゃったって時にバッターにもサインを出さなきゃいけないけど、ランナーにも出さなきゃいけないわけ、まあ、ゴロゴーなのかどういう戦略取るのか、うん、はい、だからそれが慌ててるチームっていうか、まあ、中日なんかは伊藤さんがいるからまだいいんだけど、機能されてないチームっていうのは巨人も弱い時はあったの、何があったかっていうと、ランナー三塁で実は相手が守備隊形を取るからこっちがカード切れるでしょ、はい、向こうがカード切ってこないのに切るバカいないじゃん、はい、だって後ろに下がってるのにギャンブルスタートいらないでしょ、そうですね、なのに巨人は一時あった、吉野の時早めに大西かなんかがもうサードランナーどう見てももう口で口頭で出してんのが、いやまだピッチャーマウンド集まってんの、まだカード切ってないのに、うん、だからそういうのをヘッドコーチが伊藤さんと役割がもう完全にできるんだと思う、なるほどね、で与田さんなんかもその サードランナーに出すサインとか、まあじゃあ伊藤さん任しますよとかって言ってたにしろ、はい、自分がピッチャーとして冷静にこう試合重ねると、いやこれ前でいいよなと思う時あるわけ、はい、なるほど、そこが言えないとかっていうのは1年かかるよね、うん、だから伊藤さんともチャタ行った時にも伊藤さんとずっと話してた感じが、あもうこれ振り分けできてるなっていう、あなるほどなるほど、ということはシステム化できてる、一番楽なの、監督やった人がヘッドにいるって、はあ、監督の気持ち分かってくれる、じゃあある種伊藤ドラゴンズみたいな雰囲気ある、もちろんもちろん、
やっぱりここ広島もジャイアンツには勝てないですか。ジャイアンツが1位なんですか。ジャイアンツはもうさ、まず強いね、あの坂本中心にさ、強い打線もいいし、ピッチャーも戸郷がいいのよ。あ、山口の代わりは戸郷って全然いけるのね。いけますか、戸郷がイップスとかなんない限りは。まずね、それよりも原監督の指揮の上げ方っていうのと、あとストレスのかけ方が俺はすごい上手なんだ、うん、ストレスのかけ方ですか、うん、あの人間って9割の人間は交感神経唯一だからもうリラックスしてないわけ、はいはい、でこれ副交感を上げてあげないとリラックスしないから血流が良くならない。なるほど。副交感が下がってるから褒めて育てなさいっていうのを医学で証明されたわけ。大気大丈夫だ、なるほど、お前打てなくたって同じだからさ、思い切っていくだけ行こうよ、はいはい、テーマ1個だよ、思い切っていくよ、お前いけるって言われるんだと。お前コードの時も二度と使わないぞお前。まあそうですよね、全然違いますね。何お前練習やってねえだろうお前みたいな。あと終わってから言われる、なんでホームフォークの手出したんだか分かる、最初に言えよみたいな、はい、っていうのじゃなくて、原監督ってしかもそのストレスが大事っていうのは褒めて褒めて褒めるんだけど、ストレス与えないと活性化しないの、うん、人間は。じゃあストレスって何って言うと、恐怖と不安を与えないと活性しないわけ。じゃああえて与えに行って、それは上手だ原監督は。すごいですね。もうすごい。それがね、二次政権の時もそうなってたの。だから優勝するんですね。もうもうストレス、外人なんか関係ないから、ファーム行きなさい、中日から近いゲレーロ、はい、平気で落とされるじゃん、あいつ落とされんのみたいな。他の外人もぶるっちゃってるんだ。ストレスをあえて恐怖だよね。もう肉行ったら俺はもうこの球団すごいですね。で腐ってる間ないんだもん、他の外人いるから。めちゃくちゃ勇気いそうですからね、それストレス与えに行くには。そうそうそう。でもう一つ戦法的には、三塁ランナーにエンドランかけるってすごい怖くない？ランナーサードで、ね、確率は低いですからね、うん、成功する確率の方が。そう、でもゴロなら 100%、 まあ1点入る、1点で、はい、それをできる人、俺はまんない。そういうサインあったんだよ、三塁ランナーのエンドランも出せないよね。で原監督でも選手時代がそういう素養があったんですか。いや指導者としてのというか、指揮官としての。お父さんの話はよく聞かされたけどね、こうやって俺教わったんだって、俺は監督になる時アドバイスもらったけど、選手の時はね、だから長嶋さんぽかったよ。一回その石毛が9回裏出てきて甲子園でさ、ジャンと当時のクローザーの石毛さん、うん、はい、3者連続フォアボールよ、はい、同点で、はい、長嶋監督初めて出てきた。いいかみんな、その試合初めて、その試合じゃない、今までで。あ、今まで、うん、監督が来たのか。マウントランプ来ないし、堀内さんが来てたから。あ、そうか、なるほど。いいかみんな、1点取られたら負けたぞ、分かったかって書いてたの。分かったことでしょ。原さんもうすごいじゃん、アルプスサンドって、はいはいはい、もうジャイアンツレフトサンドこのぐらいじゃん、はい、オレンジ、はい、みんな黄色いじゃん、はい、だって初回にさ、フォアボール出ただけでさ、サヨナラの場面みたいじゃん、甲子園みたいらしいですね、もうピンチ、大ピンチ迎えましたみたいな、うん、ちなんか真っ青だから初回から。おい、まだランナー1塁だぞみたいな。じゃあそんな原さんは、その長嶋さん帰った後に監督帰ったの、デーブすごいだろ、阪神ファンってってこんな喜ぶんだぞって、プロ野球っていいよなって帰ってくわけ。冷静、サードのポジションに終わってると石毛に言った、無理だって思い切ってこいと、諦めろと。で、スリーボール、最後のボールは3分の2ぐらいでバンバン、そんな顔取ってたバーン。はい、終了。原さんがまた、俺たちの時、明日明日すごいな、巨人。面白い、笑っちゃいけないけど。じゃあまあ、あの時からなんか雰囲気は持ってらっしゃる方なんですね。すごい、かっこいいんだよ。かっこいいですね。こう、あの甲子園の時、竹園の止まんじゃない、はい、で、移動日は原さんグループの何人かが原さん連れてもらって、その山側の高級な寿司屋、山手側がいるんじゃない、寿司屋って、はい、そうですね、ちょっと上がってたところ、うん、寿司屋があるので、俺ら好きだけ食べなって言われて、もう出てくる時、くしゃげみたいに出てくるんだから、はい、寿司がポン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 、もう100回ぐらい増えちゃうんだから。いくらかかるんですか。いやだから監督、原さんがそれお会計行くわけ、いくら私か分かんないよ、はいはいはい、お父さんお母さんいつもありがとうねって、これ置いてくからさって、監督が原さんいいんだよいつもって、こんなにたくさんって言うんだけど、でこれでみんなあと3日間来たら食べさせてあげてねって言うだけ置いてってる。あ、その日の分だけじゃなくて。そうか、もう原さん行かないの、ここには。じゃあ3連戦の頭行って、他の選手が来たら、そういくら渡してるんですかね、想像もつかないよ、ね、多分まあまあね、竹園泊まって、芦屋じゃ原さんが行くお寿司屋さんなんてもう有名でしょうから、一人、まあ、3万は最低かかるんじゃない、最低で。何人で行ってたんですか。いや4人ぐらい、俺と吉村さんと原さん誰だったかな。じゃあもうほんと40万ぐらいっていう感じで、ね、分かんないね、だから通常で言えばね、原価格があるのかもしれないけど、それがかっこいいじゃない、それを信頼できるお店との信頼関係でしょ、憧れますよね。俺言われたら、前違う焼肉屋でやったら足りないって、ね。はい、やりたいことあったんですけど、もうあの時間が来てしまいましたので、デーブさん、うん、はい、佐々木投手のこととか岡田投手のこととか、さまざまキャラ、まあ、佐々木はね、はい、聞きたかったんですけど、ちょうど見てなかった本物を、はい、ただ渡辺 GM と塩崎が、俺ピッチャー見る目は二号にしたと思って、お二方何て言ってました。半端じゃないっつって、あれ本当にすごい、奥川もうすごいんでしょって、
岡田もすごいと、あれももう15勝するピッチャーだから、そのレベルじゃないんだよ。へえ。俺は生で見てきたんだって GM が言ったの。はあ。次回デーブ大久保さん第4弾は長男がサプライズゲストで登場。大久保康成です、よろしくお願いします。初めまして。お噂は聞いておりましたけど、イケメンです。お父さんと似てるって言われたことありますか？一回もないです。ないですよね。やめてくださいよ、絶対やらかすんですから。デーブさんってどんなパパ、デーブ家の教育方針、経営者としての顔など、デーブさんの今を徹底解剖です。あっちゃんならではの秘話満載。今日のアスリートチャンネルはこれにて終わりです。 SNS でもオフショットを公開しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスチャン、俺はあぶれないもんだろみたいな。